モードの方が天下を救う頑張るご門外伝2天下の財宝実況プレイ、私実況者のキョッと申します。前回ですね、ここ洋館でね、ドラキュラのね、まあ部下である狼ウルフをやっつけたっていうところで終わったんですがね、じゃあね、今回はね、ここ洋館のね、ちょっとアイテムのね、取り損ねがあるんでね、ちょっと回収していきたいなと思います。じゃあね、やっていきましょう。その前にね、ちょっとね、一つね、またレベル上がってね、コリュータがね、新たに、大吹雪を覚えました。じゃあね、早速探索の方やっていきましょう。こんだけ広いとね、ローラースケートと、インローですね。この二つは絶対欠かせないですね。じゃあ、行きましょう。これでちょっとはね、マシですよ。少しは。骨だけが一つ。あー、スカリって。頼むから外さないでくれ。結構当たると痛いな。ちょっと予定が狂っちゃいましたね。一発当てないと倒せないのが辛いところだよな。一発で倒せないところが。あ、上がった。なんてタイミングで上がったんだ。シモンですね。ただシモンの場合聖水しか覚えてないですけど、これ4人目なんていうかね、聖水しか覚えないですよね、シモンは。こっちか。あったあった。本当、煩わしさがなくなりますね。今度は先制攻撃なんでね、きっちりと倒していきたいと思います。ポリートクラッシュ。前回以前ね、だいぶ苦渋で舐めさせられたってたんでね、だいぶね、ここぞという時にね、パシッと倒しておきたい相手ですね。いや、宝箱発見ですね。100両見つけた。まあ、ここはこれだけですね。どうやらなんもないようですからね。じゃあ、こっちか。にしても、だだっぴろいな、この屋敷。じゃあ、骨投げ大骸骨を無視して、このメニューさんから倒していきましょう。眠り攻撃が厄介だからな。ああ、骨攻撃か。ピューって。見事に投げてくるな。回復させておきましょうか。それでもエンカウントしたらあるんだよな。ああ、危ない危ない。ああ、やばい。ああ、よりによって。最悪だな。予定だったらもう一体倒せたのにな。スピード遅いと結構不便だな、こういう時。
ここで攻撃厄介だな、しかし。ってことは、ここで切れたか。ここ使うか。トラドハ。テイクアウトだよ。マリゴースト。まだ大会。結構しつこいな。こうなると。持ち物打尽ですね、これ。こんなにあっさり倒せるのね。はい、どこか。あ、ここや。何かあるのかな。宝箱発見。切り焼きパーが言えるものかな。まあそんなツッコミはいいとして、こっちだな。またこいつらか。レベルアップ早いな。こんなもんかな。今上がったエビスバルやったかな。これもまだか。とりあえず戻ろうか。本当に広いダンジョンだな、これ。こんなに広い館があるもんだな。骨
構厄介だな。リューテ。ここで切れたか。じゃあもう一個使おうか今回は。え、また眠らされた。本当に辛いな。とにかくスウェーブ倒してくれる、動いてくれるやつはともかく、眠らされたらね何もできないからね。あ、予定を聞くんだよね。まだだっぴろいな。あった。こんだけかな。宝物の中は空っぽだった。こんだけやね。全部取りましたね。じゃあ出ましょう。出る出るで。じゃあね。余裕あるんで、ミラハイミラートに行きましょう。行きましょう。じゃあね、ちょっと時間余裕あるんで、まあ許す限りちょっと探索していきましょう。何、結構強いなこれ。強いな。そっぱなからこの強敵だよな。酔っ払ってでも当たるもんだな。当たるもんだな。倒せましたね。で、酔っ払うとこんな感じになるんですよね。グニャグニャグニャーって。で、ここで、道具で。どれだったかな。道具ないか。じゃあ技だな。技で、シャキッとっていう技で、こういうふうに直せるんですよね。はーい。はい。ね、時間もらってきたんでね、今回の実況はね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。